神奈川県平塚市で10日、工場火災があり、市は爆発などの恐れがあるとして、住民に避難を呼びかけました。火事があったのは平塚市の高砂光陵工業平塚工場です。市は爆発や有毒ガスが発生する恐れがあるとして、周辺の住民に自主避難を呼びかけました。